はい、おはようございます。ただいまの時間がですね、4時18分です。19分になりました。これから出発の準備を始めましょうかね。今日も快晴です。よし、じゃあ出かけますか。いいな、よいしょ。じゃあこれお願いします。はい、じゃあ行きましょう。ただいまの時間5時13分でございます。朝早いんですよね、毎回。でも天気いいんでね、もったいないもんね、ずっとうだ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 ホテルでしてもね。はい、じゃあ行きましょう。おー、眩しい。はい、おはようございます。ザムザです。ただいま5時16分です。東北ツーリング2日目ですね。今日はですね、昨日の晩飲みに行った居酒屋さんのマスターでカウンター越しでね、いろいろ喋ってて、ここ行った方がいいですよって言われてた、石巻のですね、門脇小学校遺構っていうんですかね、東日本大震災でね、津波に襲われて、ただ校長先生の判断でですかね、全員避難して無事だったという、その、跡地というか、その遺構の場所ですかね。まずそこへ行って、それからね、やっぱりこれだけ天気いいとね、コバルトラインもね、ちょっと走ってこようかな。行ってきて1時間半ぐらい、2時間はかかっちゃうんですけれども、まあ早くね出たからいいでしょう。で、今日は最終的に八戸に向かいます。はい、一の森漫画館ね。今日も快晴です。気持ちいいっすね。寒いけどね、ちょっとね、まだね。やっぱ朝ね、出発するのは気持ちいいよね。誰も走ってないしね、これだよね、やっぱりね、ソロキャンプの醍醐味はね。確かね、ここら辺はもうなんか瓦礫がすごかったような記憶あんでね、ボランティアで来た時ね。もう十何年経っちゃってるんで、だいぶね、景色も変わりましたね。あ、あれか。うわー、小学校の前にすごいお墓がいっぱい。あー、なるほど。入り口って書いてあるけど入れないね。近くまで行けんのかな。プール跡だって。へー、津波の威力ってすごいな。火山の噴火もの後もすごかったけど、津波の後ってすごいね。ガラスも割れて、中をもうそのままなんでね、泥でまみれちゃってんだろうね。すごいわ。うわ、今度時間見つけてね、行きましょう、ゆっくりと。こういう歴史というかね、やっぱり自然の脅威というか猛威ね、こういう建物で残すっていう、それでもう記憶をね、消えさせないようにするっていうのは大事だよね。うん、はい、ありがとうございました。また今度ゆっくり来ます。さあ次行きましょう。はい、石巻市震災遺構門脇小学校でした。9時からね、開館なんで、今もう5時ちょい過ぎたから全然見えないんですけど、今度ゆっくり、本当ゆっくりね、中の状態見たいですね。お墓がやっぱ多いんですよ。やっぱり震災で、津波で、ね、亡くなられた方のお墓なんでしょうね。お寺の周りも多いし、ここら辺はやっぱりね、津波で亡くなられたんでしょうね。建物がね、まだ10年経ってるとはいえ、まあ新しいもんね。まあちょっと言葉少なになっちゃいましたね、すみません。喋んなきゃいけないんだけど、ちょっといろいろ思うことがあったり、その当時のボランティア活動してた時の
こととかも思って、震災あった直後っていうかね、数ヶ月経ってたんだろうけど、その時のあのショックね、見た時のね、あとあのボランティアした牡蠣の養殖場のね人たちが意外とつちゃあれですけど明るかった、うん、のを思い出しますね。うちの子にすごく気軽に声かけてくれて、ディズニーランド行くときは止めてくれよみたいなこと言ってくれたりとかね、うん、なんかそれがすごく印象で、逆になんか元気をもらったような感じでした。昨日のね、あの飲み屋さんのマスターさんもね、あのもう十何年経ってるんで、もうなんか懐かしいっていうような気持ちになってるっていうね話を言って、もうそういう気持ちに転換されちゃってるのかなっていうのはありましたね。いろいろお話を聞きました。すごくね楽しかった昨日も。光目の唐揚げって美味しかったね。あれ美味しかった。おお、海が綺麗だ。あ、もう船が出てますね。これから漁に出るのかな。あ、朝は気持ちいいな。今日は一体何キロ走るんだろうな。こう天気良かったらやっぱコバルトライン走りたいよね。あ、朝はいいね。今朝は4時起きですよ。4時起きね、テント畳んだりとかそういうのないから5時には出発できちゃうね。キャンプしてるとね、テント畳んだなんだっつって5時半とかね6時になっちゃうからね。もう本当は夜明けとともに走りたいよね。今日なんかもう全然4時半には走りたかったな。あ、さっきから信号止まってばっかですね。あ、ローソンがあるな。ローソンで朝ごはん買っときますか。朝ごはんを買いました。よし、これで公園でパン食って朝食にしましょうかね。行きましたね。2回ばかりね、ボランティアで、瓦礫の撤去作業をしたんですよね。カヌー仲間のピーノさんの誘いだったかな。で、行きました。1回目ね、行って。2回目、うちの上の娘連れてってね、行って、なんか廃墟になっちゃってるところを見て、2人で絶句、もう何も、こう、言えない、息を飲んだのを思い出しますね。その時は牡蠣の養殖の手伝いさせてもらったんでね、もうなんかあのボランティアで行ったっていうよりも牡蠣のそういうのの体験で来て行ったって感じでですねって言ったら、その牡蠣の養殖場のね人たちも、いや来てくれるだけでいいんだよって言って、それでねこの現状ねこうみんなに教えてくれればいいんだよって言ってくれたんでね、でもっともっと人が来てくれた方がいいんだっていう話をしてくれましたね。その時はね、もうそれが十何年前ですよ。鹿飛び出し注意、やだね。朝だしね、飛び出してきたらやだな。ほう鳴らすか。走り屋さんたちもまだ寝てるかな。ただいまの時間5時57分でございます。ブレーキパッド前後新品に変えといてよかった。やっぱり聞きが違うわ。ああ、この広いとこなんとなく覚えてる。瓦礫がすごかったんだよ。道がやっと車1台通れるぐらいで、もう瓦礫の山だったような記憶がある。多分これね西側の道だね。金華山道ってか出てんじゃないかよ。コバルトラインじゃないの。うわー気持ちいいな。やっぱストグラで来て正解だったな。やっぱ楽しいもんね、ストグラね。林道も楽しいけど、やっぱりこうやってね、舗装路でもこうやってくねくね道走るのは気持ちいいね。新しい道だから走りやすいよね。ああ、ここね。ここで記念撮影撮りましたね。ね、無口になっちゃうね。お腹も空いてきたし。復興国立公園。で、帰りはこっちの下下っていきましょう。さっきの道はコバルトラインじゃなかったか。まあでもまあ気持ちよかったからいいけどね。久しぶりでございます。久しぶりに来ました。ここ
ここここここよ。これ田代島って言うんですかね。これが金華山、思いっきり逆光。さあ、じゃあ行きましょう。静かだ。風も今日ないし、ベストコンディションじゃない？持ってるわ、俺。これから行くとがコバルトラインだと思います。さあ行きましょう。真正面海だぜ。はい、こっからコバルトライン行きます。まあ来てよかった。風もなくて。こっちは細い道だからかな。あっちの方が舗装されてるから、あっち行けって言ってたかな。こっちだと真正面に海が見えないかな。まあね、前回こっちからね来て南下してコバルトライン南下したんで、今日はね北上という方で逆方向から走っております。まあそれでね一往復ということにしましょう。お、ここ意外とカーブがきつかったぞ。なんかインジェクションの調子が悪いような気がする。クラッチ板の影響なのかな。なんかトルクがしっかり伝わってないような気がするな。ほら、今の感じもなんか全然加速してってないような気がするな。うん、こっち側だと海が見えないね。まあでも気持ちいい。ここら辺のカーブが楽しいんだよね。無口です。カーブに集中しております。海が見えてきましたよ。いいですね。でもここでバイクちょっと止めるわけにはいかないでしょう。うわ、このカーブの連続気持ちいいっす。ずっと下りっす。やっぱこういうの気持ちいいね。早朝こういう道を走るっつうのはね気持ちいい。車が全然走ってないからね。やっぱ来てよかったね。ちょっと寄り道してっていうか、コバルトラインいいね。フロントちょい残しでカーブ曲がってる。フロントちょい残しのターン。確かにフロントちょい残しの方が結構ブレーキングがしっかりできて安定するかもしれないな。ほんの一瞬だけどね、残すっていうのね。やっぱストグラ君も楽しいね。気持ちいい。空気がこう冷たくて気持ちいい。かといって寒くもないし。寒いか、ちょっと。まだまだ続くのかい。はい、女川町に入りました。女川町です。お邪魔します。コバルトラインはなんか長く感じるな。まだ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 あんだね。もうなんかお腹いっぱいになってきたな、このぐねぐね道も。まだかいや、まだまだかいや、まだかいや。あー、ここで休憩したね、こないだね。じゃあもう終わりかな。もう最後の方は惰性になってきてた。おー、綺麗だ。海がよそ見してられないけど、ああもうおしまいかな。行って帰って1時間ちょっとって感じかな。まあでもよかったよかった。行って正解。行かなきゃちょっと心残りだもんね。おー、900人じゃ。これからみんな行くか。続々と来てますね。どっちから行ってもいいのか。
はい、道の駅女川です。おしゃれな道の駅ですね。まだ店もやってないです。はい、道の駅でおトイレ休憩をしました。さて行きますか。ナビだと最短ルートをやるんですけど、それじゃあちょっと面白くないんで海岸沿いを走ります。国道398号線リアスブルーラインっていうのをまず走っていこうと思います。予定なんかノープランですからね。全くもってプランはないですから。道の駅女川でした。綺麗なね道の駅でしたね。広くて今ですね、これが国道398号線リアスブルーラインという道を走っております。あと一つの目標である本州のね最東端戸戸ヶ崎まで行こうと思っています。いろんな4局を行ってるんですね。北海道はねもうね、当然南北行きました。四国も、最北端最東端最南端最西端行きました。九州は最西端最東端最南端は行ったんだけど最北端は行ってないんですね。であと本州は最北端行きました。大間崎ね最北端行ったんだけど最東端最西端最南端は行ってないですね。本州だけはね最東端がね近いといえば近い、それが戸戸ヶ崎なんで、まず今日はその最東端行きたいと思います。あの実は最東端行きたいと言っても本当に最東端の岬まで行くとにはもう本当にねテキテキ歩いていかないといけないみたいで、しかもその歩いていくのが結構険しいとこ行くのかな、なんかあの Google マップ見てもよくわかんないんですよね。だからあのまあ近くまで行って、それであとねその本州最東端の行ったっていう証明書をいただいて、それで完了にしようかなと思ってます。早朝は気持ちいいやね。何かの話しようか、何の話しようかね。別に話すこともないまた始まった、話すこともない状態、走りに集中したい状態。おお海だ海だ、うー海が見えます。あーもう今日快晴だしな、道も新しいんだよねこれね。やっぱ震災の後で切り開いた道なんだろうね。この旧国道は下なのかな、だからそんな気がする。おー広いね、天気よけりゃそれは何でも気持ちいいわね。なんか本当に静かな街だね。まあまあ朝だからね、早朝だからちょっとなんだろう、これは何橋なんだろう。いやーでもまだまだね東北地方は風が冷たいね。走ってるとやっぱり革ジャンだけじゃ寒いね。下にもう一枚欲しいぐらいですね。広くていいね、こういう道がこれずっと続くんだ。あーでも気持ちいいな。これはツーリングマップルでピンクのラインがついてるおすすめの道なんですよ。でそこを走ってるんですよね。本当にねこっちの方面は予備知識がないね。女川よりも北のこっちの方はね全然来たことないですからね。調べもしてないからな今回は。漠然と最東端行こうっていうのだけだもんね。ここから過去の津波浸水区域だって。ってことはここから下が浸水しちゃってたってことだろ。おー港町って感じ。そりゃそうだ。あーいい景色だね。一緒に走りますか。今どこ走ってんの、わからん。三南三陸。じゃあそこちょっと行ってみるか。これね道の駅三陸っていうのちょっと見てみましょう。ハンコもそうだ、押すの忘れてたね。これ道の駅なのかい。
三陸の記憶。バイクを止める場所がないです。